まあね、ここの特徴は昔ながらの和食とか洋食とか基本的には何でも食べれるお店みたいです。それでは早速中に入って食べたいと思います。レッツゴー。こんにちは。こんにちは。今日はお二人に、阿部拓さん。はい、阿部拓さん2回目ですよね。2回目です。なんでここにいるんですか。たまたまソムリエさん。はい、一応なんちゃってソムリエですが。なんちゃってどういうこと。で、お名前をお伺いしていいですか。今野です。あ、今野さんと面白阿部拓さん、よろしくお願いします。来ていただきましてありがとうございます。早速料理に行っちゃっていいですか。お願いします。お願いします。お願いします。レッツゴー。こちらが阿部拓さん、鹿児島県産の黒豚でございます。鹿児島県産の黒豚ってめっちゃいいお肉じゃないですか。はい、有名なお肉です。はい、そうですよね。はい、黒豚の特徴ってなんか基本的にもちもちしてるとか歯ごたえがあるとか甘みがあるって聞いたんですけど、はい、あのやっぱ普通よくご存知で、そうですね。はい、ちょっと勉強してきました。あのあれですね、今日はちょっとお店の雰囲気に合わせて、はい、しっとり阿部拓さんですね。はい、親方阿部です。親方阿部です。であれですよね、今日はしゃぶしゃぶなんですよね。はい、しゃぶしゃぶです。まあ、冬といえばお鍋しゃぶしゃぶ、ね、急に寒くなりました。そうですね。これからの季節にぴったりなしゃぶしゃぶ、早速いただきたいと思います。じゃあ、お客さんいただきます。どうぞ。あれですか、あの食べ方とかってあるんですか。はい、食べ方がですね、うん、まあ、基本的なポン酢と、はい、ポン酢ちゃんね。はい、薬味。はい、あとはあの特製の辛いオイル。特製なんですか。はい、あとは特殊なのがあの生卵を溶いていただいて、こちら の, あの特製の旨だしと一緒に合わせてつけて食べていただくっていうのがちょっと当店の特徴です。だしとかこだわってるんですか。だしは企業秘密です。出た、企業秘密。その食べ方を教えていただきます。どうぞ。じゃあ、早速食べたいと思います。おいしそう。見てください、この企業秘密のだしにつけてますよ、今。食べたいと思います。このね、卵につける、あ、卵を溶いてから溶いてからやります。実は失礼いたしました。いたします。はい、鉄板焼きでございます。鉄板焼き、じゃーん、おいしそう。これあれですね、また社長こだわりのお皿ですか。はい、なんか社長の本当に情熱が伝わります。鉄板焼き、ちょっと軽く食べ方聞いても大丈夫ですか。はい、黒毛和牛のサーロインの部分ですね。黒毛和牛、はい、やばいね、最高級ですよね。最高級です。はい、食べ方としては、はい、あの塩とわさびもありますし、うん、ごまだれ、はい、ポン酢、はい、
特製のニンニク醤油。ちなみに阿部拓さんはどれが一番美味しいですか？自分このニンニク醤油が好きで。私も気になった、実は。はい、自家製で作ってるものなんで。そうなんですね、これまた、はいはい、それもまた企業秘密です。早速黒毛和牛茶、はい、いただきます。阿部拓さんがおすすめしたこうニンニク醤油つけていきます。あれだね、あの脂身がさ少ないからめっちゃ食べやすい。女の人これって何個でも食べちゃうね。なんかさっぱりしてるから、どんな男性も女性も性別関係なくみんながこれ好きな味です。私も大好き。あれ、阿部拓さん黒縁メガネかけてる。本気の時だけメガネなんです。あれ、本気モードなんですか今。はい、エンディングに一番の力を添えてる。全部にそれかけてよ。阿部拓さん、でも阿部拓さん2回目の出演、はい、本当にありがとうございます。はい、自分でもびっくりでございます。そうだよね、はい、そうだよね、はい、言われた時どう思いました？またみたいな。そうですね。まさか違うお店でやるとは思います。はいはいはい、はい、でも阿部拓さん、はい、あの時とやっぱ比べて私たち成長したと思いませんか？はい、いや、さすが素晴らしいです。勉強もされて。そうです。はい、私もちょっと本気モード、はい、黒縁眼鏡パクっても大丈夫ですか？あ、もちろんです。ちょっと阿部拓さんのこの本気モード眼鏡、あ、ド入りだ。でもめっちゃ弱い。視力いいんですね。そんなに悪くないんだね。はい、やばいやばい、本気モード取られたら。すいません。それじゃあ阿部拓さん、はい、今日ちょっとメガネの話で終わっちゃった。本当にありがとうございました。はい、また違う阿部拓さん見れてよかったです。阿部拓さんのファンとミスルのファンはチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。